水切りをする。少年水切りは水面に向かって、回転をかけた石を投げて、水面で石を跳ねさせて、その回数を競ったりする遊びのこと。水の石切り、石切りとも呼ばれる。世界中、ある程度の大きさを持つ水面と石のある場所であれば、どこでも見られる遊びである。英語では、ストーンスキッピングおよびストーンスキミング。日本語における、 跳ねた回数の助数詞は、段。水切り水切りは、簡単に誰にでもできる遊びとして、各地で行われており、水切りのイベントが行われることもある。また、熊谷市などでは、市民の同好会的組織も存在している。水切りを行う際は、投げる前方に遊泳中の人がいないかなど、周りの人に怪我がないように注意するとともに、 水鳥などの野生動物への配慮も忘れてはならない。2013年9月6日にアメリカのカート・スタイナーが88弾を記録しギネス世界記録として登録されている。それ以前の記録は2007年7月19日にラッセル・バイアースが記録した51弾である。カート・スタイナーは2007年にバイアースに抜かれるまで2002年9月14日に ペンシルベニア、クオリファイングストーンスキッピングトーナメントで記録した40段の記録を保持していた。日本記録は、岡坂優也が、テレビ番組、メッセンジャーの〇〇は大丈夫なのかに手出した83段である。岡坂優也は2016年8月、YouTube チャンネル、マギュラトブにて、ギネス世界記録に挑戦し91段を記録したが、 2016年9月の時点ではギネス世界記録には登録されていない。日本各地、また世界各国で大会が開かれている。共通ルールのようなものはなく、形式や勝敗の基準などは大会それぞれで別々になっている。跳ねた回数を競う大会もあれば、跳ねた距離を競う大会もある。 水切り、石切りという故障以外にも様々な呼び名が存在する。NHK テレビ、熱中時間防虫趣味ありで超高速度カメラやコンピュータを使い、水切りを科学的に分析した結果が紹介された。それによると、よく跳ねるための水面との角度は、前面が10度浮き上がった状態が最も良いとされる。また、 石自体が高速回転していることが大切で、回転が遅いと早く水没してしまう。石の形は、平型、かまぼこ型、レンズ型などが良いが、計算上はレンズ型が最も適している。フランスの物理学者リドリック・ブー・ケラや、長広信一郎らの研究によると、石が最もよく跳ねるには、石と水面との角度は20度が最適であると、されている。 また、ブーケは、コールマン・マクギーの元ギネス世界記録38弾を達成するためには、秒速12メートルの速度と、毎秒14回転が必要であると算出している。ありがとうございます。